まあ、学研です。原田です。中です。今回は、夏期講習シャープ4ということで、はい、4、はい、まあ、まずはこの1週間、まあ、どのようにあのランクマをやってきたのかちょっと編集長の方からお願いします。前回、はい、先週フォーメーションを変えましょうって話をしたじゃないですか。ああ、はいはい、ダブルバンチで、ライカールとビエラのダブルバンチにして、うん、ディビさんに突入して、はいはい、あまりうまくいかず、あらなかなか、そう、なんか守備もなんか逆に迷いが出ちゃったというか、なんかビエラに当ててっていうのが、なんかビエラでもあったり、ライカートであったりみたいなのがあって、なんかちょっとこう、自分の中でちょっと混乱気味になり、はいはいはい、やっぱね、攻撃もやっぱなんかちょっと、なんかトップ下が1枚みたいなのが、なんかこう、違ったんですよね、やっぱり。なんかあれっていうのがあって、なかなか、まあ、もっと試合を重ねれば、それに慣れてったと思うんですけど、ちょっとこれやばいかなって、こう新たなね、やめた方がいいんじゃないですか的な空気を漂わせ始めて、なるほど一回戻したらどうですかって言われて、はいはいはい、結局戻しちゃいます。まあ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 、それは結構大事な判断ですね、もう正直期限が決まってることだから。もうなんか 3,4 試合やって1勝もできてないぐらいの感じなんですね。そんな感じで、でもう昇格はもう無理だと思って、とにかくまあ残留をまずしなきゃっていう感じになって、まあ、あの時多分新田が結構横で見せたんだけど、はい、ギリギリでね、最後これ負けたら終わり、勝てば残留っていうところでディビーチと当たったんですよ。そう、しかも結構上位の人だったんですね。本当なんか2人とも戦ったことある ID を、ID を知ってるぐらいの人とまさかの勝ちという。あら、あるね、ポテンシャルあるね。じゃあ、いや、もうディビにディビ1にめっちゃ勝つんですよで、自分より下の人に絶対負けるんですよやっぱあれか、なんか噛み合うんだろうな、変なことしてこないじゃん、上の方になればなるほど。やっぱ、まあ、そうっすね、クロスなんですよね。あー、そういうことね。下の人ってやっぱもう割り切ってますよね。そう、クロスからの視点多かったでしょ。はい、それしかなかったイメージあるぐらいので、そんな感じで、まあ、ギリギリなんとか残留できたんです。じゃあ、で、3、うん、で、もう一回次こそ、もう一週、いや、今週ちょっと頑張ったの、はいはい、で、もう一回やって、あのね、これ本当に、まあ、まあ、こう勝ったり負けたりして昇格の可能性も残しつつ終盤行って、はい、最後、なんか3連勝ぐらいすれば昇格できるよみたいな状況にはなってたんですよ、はいはい、で、あと一勝で、まあ、残留も決まるみたいな感じだったんですけど、新田帰ったじゃん。あれ一試合目ぐらいか。そう、まあ、リーチかけて、俺が残留にリーチかけて帰ったっしょ。いや、俺もう3試合もあったら一勝できるから。でしょ、もう昇格ないし、いいや、帰ったんですけど、3連敗して怖マジかよ、まあ、マジで、まさかまさか、俺も降格はないと思ったね嘘でしょ。もうなんか3連敗して降格して、ディビ4に落ちて、はい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 、でもさすがにきついこれで撮影に臨むのはと思って、はい、でちょうどその時、まあ、新田は帰ったんだけど、カッケンが横にいて、カッケンがのアドバイスで、あの、ツーオンフの一人をシムフにしたらどうすかみたいな、まあ、よく見るあのいびつな三角形ってこういうなんか、はいはい、感じの、で、そうそう、なんかやっぱなんか言ってたよね、まあ、コメント欄にもなんかあったんで、そうそう、あのツーボラの動画の中に、僕はシムフにして1個あげてますみたいな、でツーボラの時は守備やりづらいって言ってたんで、シムフだったら、まあ、ちょっとは前に出てくれるんで、うん、っていうのを、まあ、じゃあディビ4に落ちたし、じゃあちょっとそういう、まあ、別の形もやってみようかなと思って、うん、その形にして、まあそんな悪くなかったよね。まあ、そうですね、まあ、相手がやっぱりちょっと変わっ、まあまあまあ、それも変わってきたのはあるんですけど、まあ、試合ぐらいで到着とできて、ディビ3に戻って、はいはい、でディビ3でじゃあこれが通用するのかっていうね、そう、で1試合やって勝ったんですよほうで、うん、これいけんじゃねっつってやったら結構うまくなかったって、怒られて。まあ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 。で、やめました。なんで、ビビさんで1勝1敗っていう状態です。なるほど、なるほど。なんで、先週からあんま変わってないです。同じところに戻ってきた。いろいろあったけど、元に戻った。結果、いろいろシステムもああだこうでいろいろあったけど、結果、ビビさんです。同じところに戻ってきた。結果的にね。
そうなんですよね。だから面白いな、話聞いてただけで。意外とあるんですよ、物語が。ストーリーがある。ストーリーがあるんですよ。同じディビさんでもね。ただね、もうあと1週間しかないんですよ。そうですね。はい、コーンフェーズ。あれは、もう、ちょっと。無理かな。さすがに時間もね。確かに確かに。いやでもディビ1ディビ2には結構勝率いいんで。はいはい。そうですね。なんか沼を抜ければいける感じは俺したんですよね。ああ、勢いに乗ってね。はい、というまあ感じの1週間。はいはい。で宿題としてもらってたのが、はい、画面の上から下に、ね、上から下に決めるシュート、ファウルシュートと、まあ、失点をまとめてっていうので、うん、はい、で結構今言ったように、まあ、試合いっぱいやってて60分でこれ切れるじゃないですか、画面切れますね、収録、はい、で途中で切れちゃったりしたんでちょっと抜けてる試合とかもあるんですけど、あ、はいはい、まあ、大体 取れてたんで、うん、最初にゴールシーンがあってその後失点シーンっていうクリップになる、わかりました。でこれちょっと言い訳じゃないですけど、ゴールシーンが1個しかないです。それはファーへのシュートが、まあ、やっぱり難しくて、はいはい、なんか結構あんな感覚的にもなかなか馴染めなくて、はい、上から下へっていうのが左右どっちでも、うん、ただ実際は3点4点ぐらいあったんですけど、ちょっと画面収録できてなかった試合で、はいはいはい、あ、格言見てたよ、ね、はい、何本か格言は承認承認承認何本か格言は、はい、クリップ上は1個しかないんで、はい、1個ゴールシーンがあってその後失点が33回いいっすね、素材たっぷり出るからね、失点シーンに、まあ、傾向が、ね、パターンが、ね、データとして出るかもしれないからね。で最後に今のフォーメーションを一応あ、いいですね、見たい、あ、いいですねっていう感じのクリップになってます。はい、はい、じゃあ今回はとりあえずそこのクリップを失点集を見て、そう、ちょっと見ていきたい、まあ、前上げ家さんが、まあ、失点対策じゃないですけど、うん、っていうのがあったら見ていく感じでやっていきたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ早速宿題をまずこの唯一の得点シーンちょっとね、けどなんか上から蹴る意識っていうのはなんかできました？意識してるんですけど、あ、これもいいっすね、これっすね、これっすね、これっすね、なかなか出なかったなかなか、まあまあ、でもあれ、まあ、この意識があれば、ね、これっすね、完全になんかね、そのファーに蹴ったつもりでもなんかね、ニアに行っちゃうというか、キーパーの方に行っちゃうというかが結構あって、まあスティックなんでしょうね。いやけどなんかあるよね、キーパー寄りに行って足でパンって、あ、まあ、それはありますね、俺らと、うん、ただ、あそこからこの対角に打つって意識が大事なんで、そうっすね、うん、でなんか本当キーパー弾いて詰めたシーンとか、ね、あ、はい、ファー弾かせもできてた、たまたまですけどあったり、めちゃくちゃいい傾向ですねそれ。まあここは引き続きかなと。でここから、はい、ああいいですね、失点シーンいいんですよやっぱ大事、失点シーン、どうやって失点、あ、失点ですね、ちょっとすり抜きましたね、押してない、俺これ押してないと思うんだけど、マッチアップさすがに、ちょっとハイライトを、さすがに、ね、ライカールドのさすがに俺これなんか、あ、押してないですね、なんか反応がないんでなんか股抜けてきて足伸ばして、足伸ばして、そうですね、たら止まった状態で股抜けてるんで、うん、これはかなり高度なことやろうとします。高度な、高度なマッチアップしたら股抜けるから、コースに入りきってるから押さないっていう超高度なミスっぽく見えるやつ、そうだこれでもマッチアップ押さないと取らないんですよ、そうなんですよ、これだってもう足当たってますから、ただでもこれで取る時もあるんですよ、マッチアップ押さないと、ね、逆にマッチアップ押すと変な風に足伸ばしてまた抜けることとかもあるんで、なんかもしかしたらまあ単純に押し忘れて押せてないか、コース入ったからいいやと思っちゃってるのかもしれない。ああ、それは俺もよくやる。いやでもこれ確かにちょっと閉じてほしいです。これやばいよね。はい、でもじゃあ本当ちゃんと本当に押さないと、まあ、本当に取らないと。基本は押してていいと思います。基本は。まあいいですね。押す癖が、はい、これこれやっぱ持ってるでしょ。これやばいんだよこういうの。結構すごいな。まずはマッチアップの押してないまあまあまあ、まあ、っていう失点ですか、ね。その次は押せてるもんね。ちゃんと。そうですね。後ろ足が残ったんで、ね、ちゃんと。うん、あ、そうですね、ここはちゃんとこの後ろ足残ってるからちゃんと、うん、はい、まあまあこれはまあこれはちょっとしょうがない、まあ、ライカルト、ライカルトのところがちょっと怪しかったから、一応こう自分が失うぐらいのところからちょっと取ってたりするのちょっと長いかもしれない、いいですね、そっちの方が、うん、ああ、はい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 。
ビルドアップが。それは、それちょっと一旦戻ろうか。それ一旦戻ろう。今一人パスしてたよ、富安が。だって、でもなんだろうな、これでもパスのゲージっていうか、スティック前に出てるんで、後ろ下げようとしたら、プジョルのとこ出てるよ、これ。蹴る瞬間さ、富安が。ちゃんとプジョルの方に矢印倒れてたよ、多分。これ、スルーパスっすよね、多分。ああ、そういうことか。多分。確かに。なんすかね、もう覚えてない。スルーパスだとこの曲になりそうっすね。あるよね、こういうたまにね。なんかプジョルの前にちょっと出そうとするんだけど、プジョル全然反応してなくて、もう一回自分で反応しちゃうみたいな。多分これ三角押してる時の挙動っすね。そうなんだ。何をしたのか覚えてないですけど、こんなのやっちゃいけないですね。まあまあまあ、まあ、でもこれもまあいい、まあ、これはやっちゃいけないですね。ああいうのもなんか見直さないと本当原因分からず、ただゲームが悪いって言いかねないんで、うん、あれは多分スルーパスだよね。そうですね。あ、今のしょうがないです。これ俺もやります、この失点。見てた正面のところ、今の失点。ちょっともう一回。これもう本当に、俺これ言ったもん、コナミの人にも。ライカールドのとこですかね。これはライカール、これはやめましょうって、このゲーム。これ。あー、これね。これはマッチアップ押してないからなって。多分押してますね、これは。体勢崩れてるんで、ライカールドの。逆にこれさっきの押してないパターンだったら取れてる説ある。さっきは突っ立ちのまんま抜けて、ライカールドに何の挙動もなかったじゃないですか。けど今回のってこう、まあ、なんか閉じるみたいな、こう、うわっ、なんか来たってなって閉じて、これって多分マッチアップ押してるんですよ、ちゃんと。押さなくても通るし、押しても通る。だ多分これは押さなきゃ取れたんですよね。わかんないわ。わかんないわかんないっす。そう、これは、あ、俺もやるなって今思ったんだよ、失点したけど。この挙動ゴミだなって思ってるから俺も。これもう判断できないですよ。判断できないです。正直。これはもうすぎます、あれは。もうしょうがないと思えばいい。しょうがない。まあ、しょう、まあ。マッチアップはでも押した方がいい。絶対押した方がいい。絶対いいって思ってたらいいですよね。ほう。ああ、それはまあまあ、よく見えてますね。これ2ボランチですか今の。ぐらいまでこれでやってんじゃないかな。ライカールとか今非常に多分ビエラとライカールとでどっちにしようかすげえ伝わってきたんですよ。あ、これはでももうあれかも。あ、確かにライカールと後ろにいますね、うん、右センターバックやってるわ、ライカールとも。これはね、カーソルがなんかもう 迷子というか、なんか思った通りいかなくてぐちゃぐちゃしちゃったんですよ、ね、うん、これはもう自分で、あ、もうやばいやばいやばい。ああ、本当だ。多分これマルディーに当てたくなかったんですよ、この時。確かにそうですね、当てないと多分自分は多分ビエラにしようと思ってビエラを前に行かせようとしたのが、はいはい、マルディーニやったマルディーニやばいやばいやばい次、戻さなきゃ戻さなきゃやつこれは相手がうまくちゃんと空いたところについてだからなんかここはもうなんかまあ、しょうがないというのかなって感じ。あいや、こういうの多かったんだよな、俺も見てても。おー、損。クロスかね。クロスだね、これは。これは決めつけてるわ。人ですね、うん。まあ、やっぱ中にカーソル当てたいね、クロスの時はね。それっすよ ね。まあ、やるなら。クロス上げられちゃう時に。やっぱこの時に、今の蹴られる瞬間の時ぐらいにはもうマルディーニを動かしときたいですよね。うん、そうです。できればやっぱこのライカルトの位置だと、なもうちょいボールホルダーに近かったら寄せてマッチアップとかでもいいと思うんですけども、このライカルトぐらいの距離だったらやっぱマルディーニ操作しといてクリア連打とかできた方が、はい、なんかこうすごい中途半端な位置にいつもいるなと思ってるんですよ。クロス上げる時にクロス上げる人によってもないし、なんかゴール前のいい位置にもいないしみたいな。なんか本当に極端な話、相手のレベルにもよりますけど、多分ここ全く寄せなくても大丈夫です。クロス上げることしか考えてないんで。クロスしか考えてないんで。ここからその来ないなら中に切り込んできてみたいなことをしない人だったらみたいな。例えばここの選手が左のウィングとかで出てネイマールとかそれこそメッシとかそういう選手だったらちょっと行った方がいいんですけど、多分サイドバック系の上がってきてる選手ってここからやることないんで。ここ放置しといても詰まってやることなくなって下げるか、これ今みたいに多分割とアバウトに入れてくるしかやることないんで、そういうところの判断はちょっと相手の選手も見ながら。これでも試合中にその相手がその
今ジョルディアルバ、ジョルディアルバとかって分かってないですよね。見えてないというか、あ、これがジョルディアルバだっていう。そうそうそう。彼とこの選手名を見てるんですか。もうポジションで何となく把握できてるんですか。どっちだろう俺。名前を見るんですか、この右下の。いや多分自分は相手の方面見た時にもうなんか、まあ、今もう81分じゃないですか、多分このシーンって結構あったと思うんですよ、多分この試合中に、うんうん、サイドバック駆け上がってきてて、はいはい、いやもう自然と分かるんですか。あ、もうこの流れの中でここ出てくるのはジョルディアルバだなぐらいの感覚だと思います。うん、もうそこが多分もう誰かけてるとか全く分かってないですね。逆にそうですね、さっきの角度はちょっと違いますけど、やっぱロマーリオとかで持たれた時にはやっぱ行きたいですよね。でロマーリオとかだと多分ここから適当にインパクトクロスが多分上げてこないですよ、多分能力的にというかパスの精度も全然足りないし、多分ピンクロとかもロマーリオにはつけないと思うんで。なるほど。ってなるともうちょいこの大げさに中っ側を切っとくと、逆にロマーリオだとやることなくなるのかなっていう。シュートを気をつけるもうこの中に切り込んでくるのとところだけ抑えに行くというか、そうか、相手のそのボールを持ってる選手が誰かによっても対応を変えるってことですね。そっちの方がいいかな。多分これが本当ネイマールとかだとピンク色ついてる可能性もあるんで、こっから上げられても怖いし、中にカットインされてても怖いっていうんで、ちょっと守備の仕方難しいんですけど、まあロマーリオだったら多分もうこの辺から寄せなくても多分もうちょい進んでもらっていいかっけん、はい、多分これこの時にもうこの今マルディーニョ立ってる位置ぐらいでマッチアップしといて待っとけば多分やることなくなるのかなっていう、はい、ここでやっぱクロスが怖いと思うんですよね、ここまで入るってことはマルディーニョで。うーん、そうですね、もうクロスだから、まあ、ロマーリオだったら別にね、まあ何も何、まあ、通っちゃう時は通っちゃいますけど、優先順位というかロマーリオならまあこの状況でやっぱこう中に切り込まれてシュート打たれちゃうと、まあ決定力とか上げてると思うんで、うん、そうか、そこまで考えなきゃいけないのか。確かに相手の選手いるの大事だな。なんか自然とやるじゃん、もうそういうのが。そうっすね。いやこれね、本当になんか隣でアラダとかカッケンが試合見てるときよく思うんですよ、これ誰だから大丈夫っすよとか言うんですよ、これレバーだから。もう見えてないですよ、これレバーだったんだみたいな。そうか、これ相手の選手名って表示できなかったっけ。自分の選手名だけだったっけ、表示できるのって。いや、できるっけ。いやー、誰もだっけ、自分の選手名だけだったっけ、表示できない。無理なの、それ無理か。そう、無理か。確かにそれ欲しい。シルエットで分かってるもん、だってちょろっと見て言うじゃん。そのシルエットなのかもしれないです。ずっと見てるわけじゃないじゃん、俺の試合は。だからチラッと見に来てさ、うん、結構言うじゃん。はい。すごいなと思うんだよ。あ確かにシルエットなのかもしれないですね、そう考えると。どうすんだ、それ。あ、それよく見えた。これ通るんか。マッチアップの微妙な感じが出たな、今の。伸びるときと伸びないときの。ああ、ベルナウドね。今のあれだよね、今のインパクトシュートだったけどさ、はい、まあ普通にこれぐらい距離やったらなんか全然強根化も今だったらね、蹴れる人ちょっといるし。ああ、まあそうですね、これは狙いますね。この前はちょっとあれですね、なんとか寄せられるようになりたいですよね。結構こういうの位置から根化とか強根化とか決められることもやっぱ多いかもしれないですね。ああ、ここも多分マルディーニだよね、それ左のセンターバック。そうですね、まあ、マルディーニのところでマッチアップしてれば当たりますね、シュート。多分シュートコースマルディーニ完璧に入れてるんで、いやマルディーニでマッチアップができると、そこにカーソル合わせないといけないですもんね。その難易度の高さが、いや、やっぱカーソル当てるのがちょっと、ね、多分難しいんだと思うんですよね。ある必殺オートあるか、これ確かに。確かにワンチャンあるか。マッチアップさ、押しといてさ、コナミのオートを。ああ、言われてみればそっちでもいいかもしれないですね。俺結構あのオートでやったら変わるなって思ってる、カーソルチェンジしっかり。自分でやるときは邪魔だけどさ、やっぱ確かにワンチャンマルディーニ合わせてくれそうな。マルディーニ合いそうなんですよね、あれ。今の実施もいい。そうですね、ここで多分もう一個縦行かれたらもう多分大丈夫なんだよね。あ、もっと使用的になんか、あ、はい、突っ込んキーパーとの距離に近くって、まあやることなくなるから。今はないですね。もうしかも多分この段階で多分相手の人もうこれこのプレーしか多分頭にないと思うんですよね。
うん、あ、マイナスに出す、もうマイナスに出す瞬間しか狙ってないと思うんですよね。そのゲージが出たりとかも全くしてないんで、シュート打つ素振りもないんで、まあそうっすね、この時にどっちかですね、どっちかにカーソル当たってれば多分届くんですよね、ここのマッチアップのコースというか、うん、変えちゃいましたね、一回ライカールトのままだったら、そうですね、ライカールトのところでマッチアップできとけば多分あのそれ足グッて伸ばしてペナないでやってくれるやつで取れたんで、だそこのやっぱ判断っていうか、なんかここまで侵入されるとやっぱ焦りますから、ね、焦るよね、それが変えちゃうと思うんですよね。これもクロスかな、フォーデンか、フォーデンだと上がってくるね、いいの、あったなこれ、あってたわこれ、いやまあでもいい、ちょいいもの、ちょっと待って、入って、あ、やっぱここもそうですね、前に入っときたいよね、マルティニで、あ、センターバックでってことか、そうそうそう、まあ、取れなかったら、そう、ここでも1点取れなかったんで、ら帰った、あ、でもむずいか、ここから帰るの、まあやっぱ行かなくていいかなって気は、もうなんか割り切って割り切りで中でいいのかなっていうカーソル当てて、やっぱこのクロスに対してコナミが自動でカーソル合わせてるスピードだとやっぱちょっと遅いよね、遅いですね、あれ俺こんな入るんだって思いました俺、だね、なんかそこまで入るイメージなかったんで、変えなくても多分寄せられてるんだよね、多分ちゃんと新たは、ああそういうことなんですかね、多分こんなになんかいい感じで多分クロスが入ってきてないんじゃないかなっていう、大体あのパターンだね、そうですね、もう失点パターンが、あれがこぼれて入るか、これもそうですね、このまま入るか、うん、まさかこれだけだったら、あー、これうまいね、うまいっす、これはうまいねまた、ああいうのもちょっと今のいいハーランドの得点ですかも、これ多分相手のレベルにもよるんですけど、だいたい利き足でシュート打ちたがるんで、あー、はい、まあそうか、まあだいたい、だここら辺でまあメッシとか持った時もそうなんですけど、マラドーナとか、あ、まあ、確かに、まあなんかこの利き足の前に置いとくっていう意識というか、持ち直してこうってくるみたいなの、はい、っていうのはやっぱやる人が多いと思うんで、どうしてもなんかやっぱハーランドに左足で蹴られちゃったっていうことが良くないかなっていう、やっぱこのシーンは、なるほど、確かにそうだわ、意識的にだって多分自然とやるじゃん、もうそう、今俺も思ったっすわ、そうなん、やっぱこの状況でハーランドぐらいのドリブルの能力の選手に中向かれるっていうのは、はい、やっぱこう利き足のところを考えてれば、はい、多分ハーランドの左足の前に立っとけば多分やることなくなるんですよ、僕もこの状況でハーランドって認識ないしてない相手のフォワードがゴール前にいるっていうのしか考えてないんです、どっかの試合中になんかハーランド入ってきたんですけど、編集長、あのでかいの誰と思ってああ、ハーランドのこれ分かんないなっていうのも、いや分かんないか、名前出してほしいな、確かに確かに、どこで判断してんだろうね、シルエットかな、俺ら、俺だってどこで判断してんですかね、まあ、ポメ見てシルエット見て、ポメとシルエットか、まあ、あと交代 の左上じゃないですか、そうかそうか、いや普通のシュートで入んだケインってまあけどこれだけ見せてもやっぱ斜めボーンって通されてるの知ってはないからね、斜めはないですね、あ、取れねえかそれ、あれ取れねえか、ちょっといいもの取れそうだったけどな、どっかでね、押せてないかな、抹茶押せてはいたんですけどね、これここで押せてはいると思うんですけど、あ、押せてるね、これもうね、まあ、ちょっと遠いか、ちょっと遠いのかな、ちょっと遠い、いやでも届くときは届くやつや、ね、まあ届くときはなんかさ、身投げ出してスライディングするやつもある、スライディングしながらマッチアップするし、はい、あれだったら止まってるよね、上からかぶせるようにいったから、このマッチアップ、あ、前はこれで取れてたからな、前の前回の激坂塾は、うん、難しいですね、あ、あー、それはいい、それはうまいね、よく見えてるわ、ロング相手に、うん、で、これが最後の方にやってた、はいはいはい、あのバチストね、なんか手応え的にはどうだったの、このまあダブルボランチもやりつつ、まあこの CMF1 枚の形もやりつつ、うん、
まあ、2OMF となんか違いとかって正直自分でやってて明確な違いあんまり感じはしなかったんですよ。なんか、うん、ただなんか、まあ、まあ、格言がずっと横にここの時はいたんですけど、まあ、やっぱ守備の時に多少ベリンガムも来るし、うん、あとなんかこう前が詰まりすぎないなあ、まあまあまあそうなりますねっていうのはありますよとは言われたんですけどあんま自分はまあそうなんだぐらいなんですあそれでいうとずっとアーノルド使ってたかもしれない酒井じゃなくて。ああ、使ってましたね。3から落ちる前から4もそうですけど、はい、アーノルドなんか先週も言われたじゃないですかアーノルドで失点してる場面そんなないよっていうのはアーノルドで点取ってるシーンはあるよって言われてたんで、うんまあ、確かにそうなのかなと思って今週は結構ずっとほぼ不調じゃなければ、うんはい、アーノルドを使ってやってた感じですかね。はい、まあじゃあ失点シーンを見てたんですけど、はい、まあ前上さん率直にどう思いましたか。いやもうねすごいもうこれめっちゃ意識してほしいってことがもう一つできたの。相手の選手をちゃんと理解するが多分一番大事だと思うんですよ、はいはい、多分俺とかは多分新たも勝手もさないけど多分相手の選手の能力とか全く把握してない状態で試合しろって言ったら結構大変なんですよ。そうなんですね。だ例えば相手の選手が全部偽名の選手 だ,、はいはいはい、だったりしたらもうめっちゃ面倒くさいんですよ多分それ。同じシルエットで同じシルエットで実はメッシでしたみたいな、はい、実はムバッペでしたとかってもうめっちゃ分かりにくいんですよ。そうなんですね。西山さんって多分それをやってるんですよ。相手の選手がどんなキャラか把握できてないから。いやめっちゃおもろいんだそれ。確かにそうだわ。だからまあまあそうだね。相手がアーノルドだからクロス上げられたらまずいとか多分そういう対応のわけがないんですよね多分西山さん今、うん、ないですね。だからメッシにカットインさせないとかそういうのも多分ないと思うんですよ、うん、そこの多分そこをなんか意識するの結構大事なのかなっていう。いやなるほど。なんかそれこそさっきの会話の途中だったら新たかなレバーは重いから大丈夫ですよじゃないけど、はい、ある程度捨てられてるんですよ、うん、レバーじゃあこっから何もできないとか、うん、ハーランドだったらこっから先はまあ積むよねっていう、はい、そのあれがないんですよ西山さんには。ないない。全選手に対して全部同じ対応しちゃうから、うんすごいハードモードやってる気がする一人だけ。確かに結構無意識でしたけど確かにないときついっすわ多分。ないとそうなんですよ、はい、そうだね。なるほど。だってハーランドとメッシ同じ対応するわけないっすもん。そうなんだ。でかいなとは思うよそれだけヘリング強さかなと思うやっぱ相手を見ることっすね。はい。やっぱ対応がね全部一緒じゃさすがに多分いやきついっすよね。あんま意識してる人いないと思います。それってなんかもうみんなが結構自然と、うん、多分自然とやってることなのかなっていう気がします。だからここまで気づけなかったですもん。だから自分も、うん、この失点シーンを見てこういう話が出てくるまでそれに気づけなかったんで。だって4回目にして気づいたんですよ、ね。そう4回目にして気づいたんですよ。確かに。それぐらい当たり前だと思ってたんですよ。だからねハーランドにカットインとか。そうですね。あれは結構。まあ、ちょっと難しそうだけど、まあ、でもそこを意識してやってみるしかないですよね。なんか決められた時とかに、うん、今誰々に決められたとか、はい、挙げられた時に今あれあの選手に挙げられて中のこの選手に決められたとか、 なんかそういう意識とかからでもいいかもしれない、うんうん、巻き戻し機能欲しい。はい、というわけで、まあ、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。